ミドルセックス軍はアメリカ合衆国バージニア州の東部ミドル半島に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1959人であり、2000年の9932人から10.3%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のサルーダであり、同軍で人口最大の町はやはり国勢調査指定地域であるデルタビルである。 ミドルセックス軍となった地域への入植は1640年頃に始まり、1669年にランカスター軍から分離して公式に軍になった。軍内唯一の法人化町バナは1680年に設立され、当初は農産物を積み出す港として、後には軍の商業と政治の中心として機能した。プランテーションのローズギルエステッツは1649年に、 建設され、二代のバージニア総督の間、暫定軍庁所在地となった。その家屋は現在私有家屋として残っているが、荘園は、ノーザンバージニア開発会社に買収され、その大半は700の住宅地になる計画である。開発計画の第一段階として行われた、考古学調査で、ニムコック族インディアンの集落とローズギルド霊社会の一部だった、ものの様相が、 明らかにされた。開発業者は人工物の出てきた土地に住宅を建設する意図だが、今後の発掘と研究が不可能になる。南北戦争の時、北軍ジョージ・マクレラン将軍が1862年に行ったアメリカ連合国主とリッチモンド氏を落とすための半島方面作戦では、アーバナが最初の上陸地点とされていたが、結局モンロートリデを出発点に変更し、 首都までの陸路の距離がほぼ2倍になった。リッチモンドの入り口に到着するまで遅れたことで、南軍はしっかりした防衛線を構築する時間ができ、作戦を失敗に終わらせた。歴史あるミドルセックス軍庁舎は1850年から1874年にかけて建築家ウィリアム・アール・ジョーンズとジョン・ P ・ヒルによって建設され、現在は アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。新軍庁舎の建設は2003年に始められ、2004年に完工した。しかし軍と建築家の間で法廷論争があったために使い始めたのは2007年9月になってからだった。歴史あるミドルセックス軍庁舎は改修され、現在は軍政委員会会議室と当機関事務所として使われている。 アーバナは1902年4月2日に法人化され、その広さは0.49平方マイルある。この町は、軍最大の商業中心で、唯一の法人化町だったが、軍庁所在地は、アメリカ国道17号線沿いのサルーダに移転された。その東、スティングレイポイントに近いところ、修道33号線のラッパハノック川川口と、 ピアンカタンク側の間にデルタビルの村がある。この村はかつて木造船建造の中心地であり、現在も商業とレクリエーションの中心である。スティングレーの東にある水際には多くのマリーナがあり、特にブロードクリーク沿いに集中している。ミドルセックス群はミドル半島の東端に位置している。北はラッパハノック川、東はチェサピーク湾、南西は ピアンカタンク側とドラゴンランシッチ、北西はエセックス軍に接している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は211平方マイルであり、このうち陸地130平方マイル、水域は80平方マイルで、水域率は38.18%である。海岸線の延長は135マイルある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。